1995年、ちょっと詳しく図にしたもの、ちょっと古いものしかなかったものですが、これを持ってきたんですが、後で少し違う数字を示すかもしれませんが、まあ、大雑把に言えば年間日本では全部で20億トンぐらいのものを使っています。水は含まれていません。でいわゆる固形のものといいますか、まあ、ものとして、運んでいるようなもの、まあ、水を除いて大体20億トンぐらい使っています。でこの当時は1995年当時はそのうち約3分の2が国内で取れたもので、約3分の1が輸入されたもの、まあ、現在非常に、輸入が増えて国内のものが減ってますので今半々ぐらいになっているんですが、まあ、大体こんな量になっています。でそれに対してですね、さっきその廃棄物、一般のゴミの量5000万トンぐらいということでお話をしました。ここについている書いてある数字は単位100万トンですので、これに100万をかけていただければ実際の数字になりますが、51と書いてます。約5000万トンです。20億トンに対して5000万トンですか、まあ、それほどたくさん捨てているわけではないんですね。でそれに対して CO2 っていくら捨てているかっていうと、ちょっとこれ普通に温室効果ガスとしての排出の計算をするときとは違う計算の仕方になっているんですが、12億トンとか13億トンですね、まあ、こんなたくさん捨てているということになります。でさっきその、まあ、こうぐるっとした絵を描いて、まあ、地球上から掘り出したものは捨てるんですよと申し上げたんですが、まあ、そうではなくて、実はそのインフラストラクチャー、社会基盤施設として随分蓄積をしてきています。地球上から例えば石灰石を掘り出してそれをセメントにするとダムになって、これはそのダムとか堤防とかですね、あるいは港のその護岸なんかになって、これはもうずっと蓄積されます。捨てられるわけではないわけですね。もうほとんどこう地球の一部になってしまうということで、どん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 こうやって溜まっていきます。ですからこれは捨てられるわけではないんですが、さっきも申し上げたように古くなってやっぱりビルなんかでもいつかは寿命が来ますので、ここからも実はゴミが出てくるんですね。で、まあ、社会が成熟する過程ではどん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 ここは蓄積する一方なんですが、かなりもう日本もの経済も成熟しましたので、これからだんだん古くなったものをこう取り壊して、ここからもかなりゴミが出てきます。あるいはその災害、地震ですとか水害、こういったものに伴ってもここからもその、まあ、廃棄物が大量に出てくるということがありますので、まあ、これから の, その少子高齢化社会、あるいはその安定経済 の, その社会の中 で, ですね、ここの物の使い捨てみたいなのをやめて、そこを減らしていく、これは随分今進んでるんです。しかし過去に作ってしまったものってこれ何とかしなきゃいけないですね。ですからここから出てくるゴミもこれから増えてくるんだと。最新の、まあ、2005年の物質フローでありますけれども、さっき申し上げましたように、まあ、国内から の, その資源の採掘量が減って、まあ、輸入量が増えているということで、今やもともと日本というのはその資源輸入大国なんですけども、資源 の, その投入量で言えばもう国内とその輸入が半々ぐらいになってきて、でしかもその輸入資源の方がはるかに貴重なものを実は輸入をしています。そのことをちょっとこの後お話をするんですけど、国内で取っているものというのは割に重くて安いものですね。砂利とかですね、まあ、石灰石、セメントの原料になる石灰石なんか取ってますけど、日本はやはり石油も取れませんし、石炭の採掘もほとんどやめてしまいましたし、金属資源は昔は取れましたが最近ほとんど掘ってないということで、もう大部分輸入なんですね。農産物もかなり輸入しています。ですから輸入したものを、お金を買って輸入したものを、まあやっぱりこう使い捨ててしまって、まあこれはもったいないと、まあそういう考え方にもつながってくるかもしれません。まあ、もう一度おさらいですけれども、まあ、家庭などから発生する一般廃棄物は約5000万トン。埋め立て処分量ずいぶん減ってきました。1億トンから3000万トンぐらいに減りました。でそれに対して CO2、13億トンも出しています。でそれの元になっているのが5000万トンの化石燃料。まあ、石灰石、セメントの原料も一番ありますけれども、まあ、大部分が化石燃料 でこれは、まあ、例えばサウジアラビアですとか、まあ、あちこちからタンカーで運んできたもの、まあ、これを捨てている、これが、まあ、温暖化の原因になっているわけです。一番最初に申し上げました、やっぱり温室効果ガス CO2 見えません。ゴミは見えます。ペットボトルは見えるから捨てるのどうしようかなと思うかもしれない。それに対してやっぱりエネルギー使っているのは見えない。だからこれだけ多くのものを大気中に捨ててきたということが言えると思います。